高い手拍子でとっても気持ちよく歌えました。とってもみんなで一緒にこうサンバ感をね味わえているんじゃないかなと思います。ボサノバとちょっと違うでしょ。でも、サンバにはね今ポルトガル語で歌っているちょっと難しかったんじゃないかなと思うんですけれども、日本にはこの日本語でサンバを歌っているプロのミュージシャンがいます。 バランサって言うんですけれども、そのバランサが作った歌を私たちも本当こよなく愛していて大事にしています。とってもとっても素敵な歌なので、ぜひ一回ね聴いて、日本語が分かりやすいなって、ね、味わっていただいたり、手拍子で一緒に、サンバを楽しんでいただけたらなと思います。もうちょっとだけダンサーさん来るの待っててください。